何も言えなくて夏ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやー歌詞がすごいですね。やっぱり本当にこれはわかりますね。失った時にね、その当たり前に気づくみたいな感じで、もうキューッとくる曲なんですよ、皆さん。はい。そして今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンで、やらせていただいております。フルコーラスやってみたい方は、ご自身でこう、どんどんこう、コードを紙に書いてですね、オリジナルの、楽譜を作ってください。で、今、シンプル簡単バージョンの動画で一緒にできた方も、やっぱり、ね、動画でちょっと練習したら、今度やっぱ紙に書いて、ご自身だけで歌ってみるのをお勧めします。その時にいつも参考になるようにガズがこうやってノートにこれね、映してる。これを見ながらガズやってるんですけど、今ですね、このガズクラブ、これスタートしてます。これは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、このガズのノート、これがですね、データになって皆さんのお手元に届くと、なんとこのガズクラブで今度アプリが、始まるということでね、今それ構築してる途中なんですけど、ガズクラブも大変盛り上がってます。こう面白いクラブ活動になってますので、ぜひ、ご検討ください、ガズクラブ。はい。これね、今日はね、コードがね、かっこいいバージョンとシンプル簡単バージョンとかっこいいバージョンで結構差があるんで、この動画のテロップでもちょっと確認していただいて、まあまあこういうのね、元に書き出していただくのがいいと思うんですけど、この楽譜ゲットしたけどガズクラブ、お願いします。じゃあ出てくるコードをちょっと、解説しようと思うんですけど、C と A は、この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンですかね。なんで今やったシンプル簡単バージョン、この5つです。この入門コードできるよ。C と Am と F と G7 と Em7、この5個で今できました。これはですね、入門コードのグループです。これ一応たった5個なんですけど、一応これをシェアさせてください。ガズレレ必須コード。私がですね、めちゃくちゃわかりやすく解説してる動画、ここに貼っておきます。ここの動画見たらコード10個はね、もうスイスイ頭に入ってきます、ね。必見ですから、いい動画ですから。はい。その中の今日は5個で、今シンプル簡単バージョンやってみました。この曲はやっぱりね、まあ何回も言うようですけど、こういう歌の中をこう、歌詞の中身をね、こう、じっくりこう、噛み砕いて、こう、ゆっくり四つ抜きで、まずはその、感覚をこう、ぐっとね、体に落とし込んでからかっこいいバージョンに入っていくのがいいと思うんですけど、かっこいいバージョンはですね、やっぱコードがちょっとね、追加されるんですけど、これがね、渋いコードが満載なんです。はい。まずね、出てくるの、これ。C。ADD9、アドナインスって呼びますけど、これを使いたいですね。これは響きがいいんですよ。C を押さえといて、同時に3弦の2フレットを押さえる。これは簡単ですね。C を押さえといて、ここを押さえます。一緒に。C とこれを押さえる。そうすると、こういう響き。
れがいいんですよ、この響き。はい、これ使っていきましょう。で、次はですね、これも、これはね、最近よく出てくるんです。 F メジャー7、F の代わりのこれを F メジャー7を使うとすごくかっこいいですよ。大文字の M はメジャーですからね。これちょっと難しいんですけど、まあ、この曲、あ、この曲じゃない、このコードはですね、これ難しかったら F のままでも十分なんですけど、これの方がよりね、なんか切ない響きなんで、これちょっと解説しましょう。押さえるところね、この5フレット。これ、ウクレレって大体3フレット、5フレット、10フレットってなって、この5フレットの3弦、4弦のここの2箇所です。こんな感じで押さえるのがいいかなと思います。この人差し指上げといた方が、ここの 5フレットの距離が結構あるんで、戻るときにちょっと有用な使い方できるんで、まあ、この指がおすすめ、今から覚える方はおすすめかなと思うんですけど、これでも全然 OK ですからね。はい。F メジャー7。はい。じゃあ次。お次はですね、あ、これもまあ入門コードですね。入門コードというかよく出てくるやつです。このサスフォーっていうのは元々のこっち側のコードと行ったり来たりするんで、この G7 と G7 サスフォー行ったり来たりします。G7 サスフォー。これよく出てくるね。はい。押さえる場所は、まずね、入門コードの G7 というコードをまず押さえてみましょう。はい、押さえて、小指見て。これ足したら G7 サスフォー。離したら G7。G7 サスフォーから G7。これイントロで出てきます。イントロと間奏でね。はい。そしてね、今日一番肝になるっていうのはね、これだと思うんだよね。Am 押さえたまま1弦の2フレット。これあえてコードネームは載せてないんですけど、Am と1弦2フレット、これ同時に押さえるコードを使おうということなんですけど、これね、歌の歌い出しで C アド9と Am に1弦2フレット足した響き。これがいいんですよ。まずこの Am 1弦2フレットやってみると、まあこれはもう超簡単。ここと、ここを同時に押さえるわけね。だから、こんな感じかな。はい。これを前半の A メロのところでやると、綺麗な指してたんだね、知らなかった。いい響きじゃないこれ。はぁ、あ、いい響き。このコードを使ってやっていこうと思います。はい。ちょっと切ない、なんかこうね、普段の感じとは違うコードの響きになるので、この曲はこのかっこいいバージョンのコードの響きをもうじっくり味わいましょうということでございます。はい。そしてあと弾き方なんですけど、これはですね、J-Walkさんの演奏を、音源を聞くとこんな感じなんですよ。まあ、ガズレレでいうところのブリッジミュートにダウンピッキングっていう表現だと思うんですけど、これでね、結構淡々といく感じがすごくクールなんですけど、まあ、ガズレレではですね、かっこいいバージョン、あえてシンプルに、ドン !8 ビートのチャのバージョンで軽やかにいってみようかなと思いました。ちょっとドラムのこう、なんというかな、こうビート感がこっちの方がね、出るんでね、ちょっと軽やかな感じというか、リズムにこう乗れるような感じにちょっとアレンジしてみます。そうするとこうなります。ちょっとね、ゆったりしてますからね、ゆったり。響きがいいな。 Am に2フレット。はい、もうこのね、コード進行とこのリズムだけでね、なんかすごいいい気分なんで、これぜひ皆さんやってみてください。ちょっと F メジャー7難しいですけどね、まあこれ F でもね、これ代用できると思いますんで、はい。このビート淡々とっていうのが結構ポイントで、これはね、一生懸命でこうガツガツ元気よくって感じじゃないですね。ちょっと落ち着いた感じなんですよ、これ。ゆったりと、あんまり速くない方がかっこいいと思いますね。どっしりとした感じの8ビートがいいかなと思います。そしてね、かっこいいバージョンではちょっとアレンジを変えまして、ちょっと繰り返しの部分を多くします。これ最初からね、こうイントロから始まって、この A メロが始まって、こうやってザーッといくんですけど、一回最後まで行ったら、またこのね、ここに書いてあるんだけど、星の部分から繰り返しって書いてあるから、またここ時がいつか、ここからもう一回やってくるという、ちょっとロングバージョンでやってみようと思います。はい。曲長い方がなんとなくこういう、まったりした曲はね、じわじわ聴いてくるっていうのがあると思うんで、かっこいいバージョンはちょっとロングバージョンでやりますということと、あとね、このマークが一箇所出てくる。このマークはリズムがね、前にスコーンと食い込んでくる、シンコペーションというリズムで、どこで出てくるかというと、途中の、時がいつかのブロックの次なんですよね。ちょっとじゃあ途中から、初めて会ったからちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー。初めて会った。あの日のように導くのなら、二人して生きること。わかった。この C のところでリズムが前にスコンと食い込んでくる。もう一回行きましょう。初めて会った。あの日のように導くのなら、
と前に食い込んで、これ一発これがね入ってくる。ここが結構インパクトがありますから、ここはぜひ決めてください。この曲は先ほどからも言ってるんですけど、淡々とね、これやっぱりこの歌詞を読み解くと、まあこれすごいですね。綺麗な指してたんだね、知らなかったよ。あんだけ一緒にいたのにね、なんか最後に気づくみたいなね、その切なさっていうか、その気持ちをやっぱこうビートに乗せて、こう元気いっぱいっていうよりはね、ちょっとこうなんか、淡々と、やっぱそんな感じが、やっぱこの曲に合うのかなというふうに思います。はい。心込めて歌っていきましょう。はい。何も言えなくて夏、J-Walk、ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみる!1、2、3、夏ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。はあ、気持ちがいいです。これはもう本当に思いっきり歌いたい、気持ちを込めて歌いたい曲でございます。さあ皆さん、この音楽やる、このウクレレで音楽やる楽しさ、これをねもう周りの方にぜひ広めてください。これね、免疫力が上がるっていうのはすごくいいと思うんですよね。楽しいことやってもう夢中になる でしょ。そしたらやっぱりね、笑顔も増えるし、免疫力も上がるし、楽しい人が増えて、いいことばかりですので、このね、ウクレレをね、こう C とか F とかちょっと教えてあげてですね、はい、ガズレレ YouTube とか見るとできるよとか言って、このガズレレ YouTube もチャンネルもぜひご活用くださいね。ガズピアノという YouTube チャンネル、鍵盤楽器、超世界一簡単鍵盤楽器もやってるんですよ。これで今度10月に本が出ることが決まってます。このピンク色の本、ハニーさんも先生役で一緒に出てますからね。これただいま大好評で予約受付中、 Amazon で、ガズピアノって検索すると出てくると思うんですよ。内容を確認してぜひともご予約をお願いいたします。そして毎度なんですけど、この紫色の本をはじめとしたリットミュージック社から出てるウクレレの架空の本、絶好調でもうね16万部ぐらいね売り上げあると思いますので、皆さんこれめちゃくちゃ分かりやすい本でね、これ書いて育てる本なんで、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。そしてガズレレではですね、ガズレレのアプリがあります。
これはですね、中で楽譜が見れるっていう画期的なもので、自動スクロール機能とかメトロノーム機能も追加してあって、すごくいいものなんですけど、これのね、書籍版もあったりするんですよ。これガズレレ公式ページにね、すごく詳しく解説が、ガズレシピの解説あるんで、ぜひ見てくださいね。あとガズレレではいろんなグッズ売ってます。キャップだとか、このここに挟んでる水引きだとか、はい、ハニー特製のストラップだとか、もうステッカーだとか T シャツとかいろいろありますよ。それもホームページに見るといろいろ載ってますんでね、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは本日のガズレレ YouTube レッスン、これにて終了です。楽しく音楽しよう。それではね、皆さん、バイバイ、さよなら。